逃げ水は日本の女性アイドルグループのぎ坂46の楽曲。秋元康氏が作詞、谷村洋平が作曲した。2017年8月9日に、乃木坂46の18作目のシングルとして N46DIV から発売された。楽曲のセンターポジションは、大園桃子と与田裕樹が務めた。逃げ水 DVD 付属のタイプ ABCD。 CD のみの通常版の5形態で発売。2017年6月25日、乃木坂46は、タイトルは未定としつつ18枚目シングルを同年8月9日に発売することを発表した。2017年7月10日、乃木坂工事中で選抜メンバーとそのフォーメーションを発表し、7月14日にタイトル、逃げ水を発表した。7月15日、 フジテレビ、お台場みんなの夢大陸2017で本作の兄弟曲、逃げ水とカップリング曲、一夏の長さよりが初披露された。2017年7月16日以降、逃げ水を含む本作収録曲が、乃木坂46のメンバーが出演するラジオ番組で解禁された。2017年8月2日には、 配信限定スペシャルエディションで先行フル配信され、同月9日に CD シングルが発売された。逃げ水は5分8秒の楽曲で、作詞は秋元康、作曲は谷村洋平が担当した。谷村はジャズサックス奏者であり、乃木坂英 k b 混ざり合うものの作曲者でもある。表題曲のタイトルに採用されている逃げ水とは、 夏の日差しに照らされたアスファルトにゆらゆらと浮かぶ、水のような蜃気楼のことである。作曲者の谷村は、逃げ水全体のイメージについて、夢の中にいるような幻想的な雰囲気を出したかったので、同じフレーズを繰り返すループや固めのシンセの音を多用する一方、ピアノや小ギ、エレキギターなどの生音を混ぜることで、爽やかさや郷愁感が出るようにしました。 表題曲なのである程度の派手さは必要なので最初のデモよりも若干テンポを上げてシンセベースやキックの音は実は結構アグレッシブな音を使っていますと述べているメロディは歌いやすいシンプルさを心がけて制作されておりコード進行はダンスミュージックの手法で少ないコードが繰り返されている B メロでは 4V36 の進行が使われ サビに突入する直前の B メロ内、大人になって走らなくの部分ではふわっと浮き上がるような感覚をもたらす転調が行われている。この転調は聞き手に強い違和感を与えるが、この感覚は後の展開を知らせる上で良い呼び水となっていると評価されている。なお、この違和感は谷村が意図して作り出したものである。サビのコード進行は、 A メロで2小節ずつで使われているコードを1、小節の長さにして使うことで、A メロよりも少しだけスピード感が出るようになっている。歌詞は逃げ水という現象を発想のもととして、近づいたら消えてしまう夢を歌っている。今確かに僕の目に映るなら逃げてしまっても追いかけたい、というフレーズについて、小木原あずさは結成して6年が経つ。 乃木坂46が歌うことで活動に慣れの見えてきたメンバーに向けた劇文にも読めるし新しく夢を抱いて加入してきたメンバーへ向けた願望にも捉えられると考察している。サビ前のブレイクに挿入された月の光はデモの段階ですでに入っていたものである。谷村はこのブレイクに対して賛否両論が巻き起こることを予想していた。 月の光を挿入した意図について、谷村は、サビ前にハッとさせる、時間が止まったような演出をしたいと考え、そこで、月の光の一節を入れようと考えました。ギャップを出せる曲、静かで幻想的で美しいメロディ、さらに言えば、ジャズとクラシックの橋渡し的な響きを持った曲、月の光でした。もちろん私がこの曲が大好きなことも、大きな理由です。 曲の本編と月の光のキーが違うこともハッとさせる要因の一つですと述べ、このブレイクについて、小木原あずさは、それまでの勢いをあえて殺すようにして、突如現れる月の光の衝撃は、J、J-POP 史上他に類を見ない構成であると評価した。月の光は1番と2番で、計2回登場するが、1度目に比べて2度目は少しだけ音量を上げ、強く歪ませて、 音を割っている。それにより、二度目の方が、その存在を、よりはっきりと近くに感じるようにできている。この点について、小木原は、追いかけても追いかけても逃げてゆく夢を歌っていながら、実はちょっとだけ近づいている作りになっていると、考察している。ただ実際には、A メロの後ろでも、月の光は、ずっと鳴っている。また、D メロ後の落ちサビの駆け上がるピアノのフレーズは、 月の光の途中から左手の激しくアルペジオを弾く部分をオマージュしたものである。この月の光の挿入は SNS 上でも話題となり2017年8月14日付のビルボードジャパンホット100のツイッターのつぶやき数で7位を獲得するなどチャートにも影響を与えた。この楽曲は複数の評価を受けている。メンバーの農場学美は 明るく爽やかなメロディーや雰囲気でありながら、どこか切なさを感じる歌詞は夏真っただ中だけでなく夏の終わりも感じさせる素敵な一曲と評した。渡辺明弘は明るい楽曲を前面に押し出してきた今までの乃木坂46の夏曲と比べて、逃げ水はどちらかといえば夏の終わりを感じさせる切ない曲であるとして、3期生をセンターに迎えて、 夏曲のイメージを更新しようとしているのではと推察している。小木原あずさは逃げ水をモチーフとする着眼点そのものを評価し、逃げ水を着想として楽曲をそれに合わせた作りにしたものは他例がないとした上で、全体的に大草原にまっすぐに伸びた一本道を駆け抜けているような、それでいてどこか夢の中の出来事のような爽快感と幻想的な印象を抱かせる。 サウンドの実験的かつ挑戦的なポップスと評した。杉山人氏は A メロ、B メロ、サビを含む楽曲全体の雰囲気は、乃木坂46らしい魅力を持った、正当派のポップミュージックと評した上で、挿入されている月の光を引き合いに出し、ドビュッシーの月の光が収められた、ベルガマスク組曲は陽気に振る舞う人物が、 心の内に抱えた孤独や悲しみを描く、ポール・ベル・レーヌの詩、月の光からの影響を指摘されるのに対して、逃げ水では、追いかけると消えてしまう逃げ水を、叶わなかった夢になぞらえ、少しの儚さを宿した、日本的な夏の風景を連想させてくれると述べている。きっと祈願キャンペーンとして、乃木坂工事中内で本作で、W センターを務める大園桃子、与田祐希の2名が、 静岡県の西伊豆大瀬崎海岸でスキューバダイビングのシーカードライセンスを取得、そのホイズ大島でまで海亀探しを行い、無事ヒット祈願することに成功した。また、イベントとして、過去の乃木坂46のシングルと同様のシングル、発売記念握手会が開催されたのに加え、個別握手会参加券付通常版を、フォーションミュージックで購入したものの中から抽選で、3期生。 単独公演員大阪に1万名を無料で招待した。本作のジャケット写真は2017年6月末から7月、頭まで都内で撮影。梅雨の時期にもかかわらず一度も雨が降ることなく順調に行われ、メンバー自身が考えたポージングが採用された写真もある。本格的な夏到来を感じさせるカラフルで、 ポップな色合いのジャケット写真は合形態で展開されており、タイプ A は初選抜にしてセンターの大役を務める大園とヨダが飾る。夏らしさをコンセプトにカラフルな T シャツにデニムを合わせた衣装に身を包んだメンバーが東京都内にある5つの鮮やかな色の壁の前で可愛らしい笑顔や明るい表情を見せている。カメラマンはセブンスシングル バレットのジャケット写真や橋本七海の写真集、2017を撮影した今基準が担当した。本作は2017年8月8日付のオリコンデイリーシングルランキングで推定売上枚数716,197枚、2017年8月21日付、オリコン週間シングルランキングで推定売上枚数88万18枚を記録し、 それぞれ1位を獲得した。オリコン週間シングルランキングでの首位獲得は、セカンドシングル、おいで、シャンプーから17作連続通算17作目で、初のミリオンセラーである前作、インフルエンサーの初週売り上げ87万4528枚を上回り、自己最高記録となった。なお、本作の発売初週に、 のぎざか46のシングル総売上枚数が1000万枚の大台を突破した。これは女性グループとしては歴代五組目。通算収穫得数は SKE48 と並んで女性グループ歴代三位体。連続収穫得数は SKE48 と並ぶ女性グループ歴代二位体記録となった。2017年8月度オリコン月間シングルランキングでは 推定売上げ枚数985,425枚を記録し2位を獲得した。その後、発売5週目となる9月18日付週間シングルランキングで週間約28,000枚を売り上げたことで累計売上げ枚数が約101万3,000枚となりグループ2作目のミリオンセールスを達成した。二千十八年一月十五日付週間シングルランキングでは 再浮上して、約5ヶ月ぶりに1位を獲得。自信初の帰り咲き1位に輝いた。また、この週の2位には自作、いつかできるから今日できるも、ランクインし、週刊シングルランキングでは2010年5月10日付チャートの放課後ティータイム以来7年8ヶ月ぶり、女性アーティストでは、史上4組目となる同一アーティストによる1.2位独占を、達成した。 ビルボードジャパンのチャートのうち、ビルボードジャパンホット100では、2017年7月24日付のチャートで43位を記録して初登場。その後も32位、61位、10位と順位を上下しながらランクインし続け、2017年8月21日付のチャートで1位を獲得した。ビルボードジャパントップシングルスセールズでは、 2017年8月21日付のチャートで推定売上枚数1028,543枚を記録し1位を獲得した。ビルボードジャパンラジオソングズでは2017年8月21日付のチャートで5位を獲得した。出荷枚数は100万枚を突破し、2017年9月に日本レコード協会からミリオン認定された。ミリオン認定は前前作。 さよならの意味、前作、インフルエンサーに続いて3作目。なお、カップリング曲、ひと夏の長さより、は2017年8月14日付のビルボードジャパンホット100で75位を獲得している。合図犯行日進館、逃げ水は、複数回ライブパフォーマンスされている。2017年7月15日にフジテレビ、お台場みんなの夢大陸2017で、 初披露され、それを皮切りとして、2017年8月4日には、ミュージックステーションでパフォーマンスされた。さらに2017年9月2日放送の、乃木坂46ショーにおいて、フルサイズでパフォーマンスされた。選抜メンバーは、前作から3人間の18人で、副陣は1列目と2列目を合わせた12名が、12、副陣となった。 センターは3期生の大園桃子と、与田裕樹で、前作に続く、W センター体制。1期生以外のセンターは、セブンスシングル、バレッタの堀美雄内来に度目で、当時の堀と同様に選抜経験なしの状態からの、センターへ抜擢となった。前作選抜であった、寺田蘭ゼ、北野日奈子、斎藤友里、樋口香奈、中田花は、今回の選抜から外れた。 二期生による楽曲、三期生による楽曲、ありがとうございます。